この辺は片付いたね。進もう。了解だ。 化け物はわんさかお出ましのようだぞ。 建物怪しいよ。何かあるかも。そうだね。後で調べてみよう。 次が来る。オッケー、体勢を立て直そう。
橋のように。娘についての手がかりがこの奥の小屋にあるはずだ。きっと。何かあるかも。そうだな。だが今は化け物を片付けるのが先だ。そうだね。後で調べてみよう。
え、これ見て。ひょっとしてイリーナの書き置きじゃない？じいさんは何も言わずにイリーナの手紙を見つめていた。これはじいさんに突きつけられた厳しい現実。パパもこんな風に悲しむのかな。そんなのは絶対嫌だ。でもこのままじゃ私も同じ運命をたどることになる。だとすれば私は一体どうすればいいの。そんなことを考えていた矢先、じいさんとの生活は突然終わりを迎えた。